どうもお疲れ様です。ペンペンです。今回のですね、ワンデーワンテイクワンチャレンジのはこちらプロジェクターを人生初プロジェクター購入いたしました。これすごいんですよね、ミニプロジェクターです。ではちょっとこちらについて見ていきたいと思います。海外のメーカーですね、これ。ただ説明で、日本語の説明とかもついてて、日本語、英語、韓国語、中国語の説明がついてるので、結構いろんな国に対応してるところですね。だいたい2万円ほどで購入できました。ただ私これ Amazon で買ったんですけど、楽天で見てみると3万円ほどしてたので、やっぱどこで買うかでだいぶ変わるなっていった印象です。はい、開けていきたいと思います。開けちゃってるんで、こんな簡素な感じなんですけど、じゃん、説明書。これはなんだろう、よくわかんないポリシーカード。じゃん、小型プロジェクター。めっちゃちっちゃくないですかこれ。ちょうどいい大きさですね。はい、なんでこの大きさなのかもまた説明していきたいと思います。じゃん、三脚。じゃん、リモコン。こんな感じですね。これをですね、これがプロジェクターなんですけれども、三脚を下につけて、よいしょ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 こんな簡単につけちゃいます。でこうやって立てかけるんですけれども、こんな感じですね。はい、いいですね。でこれ結構綺麗なんですよ。ちょっと今お見せできないのが残念なんですけれども、後でYouTube に上げる時にで、動画挿入したいと思います。これですね、私普段プロジェクターとか絶対使わないんですけど、 Netflix とか Amazon プライムを家で見ないし、契約はしてるんですけどね。なんで購入したかっていうと、ズバリ使う頻度が増えそうだったからです。はい、個人的には使わないんですけれども、例えばなんですけれども、この前知り合い、私が尊敬してる方の誕生日だったんですけど、その時にうわプロジェクターあったらよかったのになってめちゃくちゃ思ったんですね。で今回また私の尊敬してる人パート2 の方の誕生日があるんですけど、その方にもちょっと誕生日メッセージムービーっていうものを作成したんですね。でプロジェクターだったらいいのになって思ったので購入しました。しかも今回その方の誕生日、竹富島でお祝いするんですね。なので、余計にね、こういう小型持ち運べるものあったらいいなと思って購入させていただきました。誕生日だけじゃなくて、これからもっとね、私自身も、人前で話す機会とか増えてくると思うので、これを使ってね、ちょっといい感じで話していけたらいいなと思って購入しました。あと旅行も最近結構旅行好きで、旅行結構行くんですよ。その時に例えば屋外で、ビーチだったり森だったり、なんか気軽に映画とか見れたら面白いなとか、部屋とかでもこうやってね、屋上にプロジェクションして映画とか見れたら面白いなと思って、1人じゃなくてみんなでこれ使ったらいいなと思って買いました。はい。で購入した時のポイントなんですけれども、私よく口コミを見ます。絶対口コミ見た方がいいです。で口コミのどこを見るかって、星1から5ぐらいあるじゃないですか、特に Amazon とかだと。星1をよく見ます。星5とかは別にいいんですよ。星5とかも軽く見るんですけど、重視するのは1ですね。どんな微妙などんなリスクがあるかってところはちゃんと見ますね。で今回そのリスクを見た時に、投影できませんでした、接続できませんでしたっていう人が1人いたんですよ。ただ1人だったんで、大丈夫かなと思って購入したんですけれども、はい、そんな感じですね。そう、プチ豆知識なんですけれども、人間って自分だけは大丈夫って、誰もが絶対自分は大丈夫だと思ってるんですよ。例えば、鬱になった人がいるとするじゃないですか。そういう人を見て、自分は大丈夫、自分はアルコール中毒にもならないし、鬱にもならないし大丈夫っていう人間の心理があるみたいなんです。私もちょっとその心理の通り、口コミ1を見て、いや私が購入したプロジェクターは大丈夫だろうと思って購入させていただきました。はい、見事人間心理が行動に表れてましたね。そんなこんなでちょっとこれを使っていくのを楽しみにしてます。これが投影、あ、これ 3D もね一応使えるんですよ。投影口で、これが電源ですね。でここにいろいろ挿すところがあって、一応 Bluetooth とか接続、 Bluetooth っていうかミラーリング接続っていうのもできます。はい、こんな感じですね。これちょっと三脚伸びないんですけど角度変えれます。皆さんもぜひプロジェクター買ってみてください。すごい。